対決戦に参加できるようになりました。ここでは総力戦で出会ったボスが様々な防御タイプで出現します。それぞれのボスが出現する期間は決まっています。出現したボスは防御タイプによって必要な入場チケットが異なり、毎日ログインするたびに全ての防御タイプのチケットが1枚ずつ付与されます。一度倒したボスは防御タイプ別と難易度別に相当することができますが、シーズンが変わったらボスを再び倒さないと相当できません。ご注意ください。各ボスの防御タイプ別に最高スコアを合算しランキングを記録します。一筋縄ではいかない任務だと思いますが、パロナが精一杯サポートします。